クロエキムクロエキムはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロングビーチ出身の女性スノーボード選手韓国系アメリカ人クロエキムとも表記両親が韓国人4歳から地元カリフォルニアでトレーニングをはじめ6歳の頃から大会に出場し全国大会で3位に入った8歳から10歳まででスイスその後アメリカマンモスマウンテンを拠点にした 2014年1月14歳で初出場したウィンター X ゲームスアスパンで銀メダルを獲得し最年少メダリストとなった。ソチオリンピックでは年齢制限の関係で出場に至らなかった。2015年1月ウィンター X ゲームスアスパンで優勝し最年少メダル記録を更新した。2016年1月ウィンター X ゲームスアスパンデニ連覇。2月のパークシティのワールドカップでは、女性初のバックツーバック戦80を成功させ、満点の100点を獲得し、優勝。直後のリレハンメルユースオリンピックで、ハーフパイプ、スロープスタイル両方で、金メダルを獲得。直後の X、ゲームスをスローで、優勝。3月のバートンの全米オープンに優勝。2018年2月。 ピョンチャンオリンピックでは、冬季オリンピック初出場ながら、女子ハーフパイプで優勝。HP イコールハー、SS イコールスロープスタイル。ありがとうございます。